はい、皆さんこんにちは、カタリスレーナです。井上由紀です。今、北海道の新千歳空港までやってまいりました。北海道キャンピングカーフェスティバルの取材を終えてこれから帰るんですけど、空港の中ちょっとぐるっと見ていこうと思います。はい、ちょうど今中央、それから見ていきますね。はい、3階ですかね。オアシスパークが入ってます。はい、グルメワールドとスマイルロードがあるそうです。食のフロア、もう一個上行ってみる。はい、オアシスパーク、オアシスパーク行ってみましょう。新千歳空港広いです。はい、これで4階までやってきました。吹き抜けがあってすごいいいですよね。開放感があります。こちらね、あっちに温泉って書いてありますね。あ、温泉、温泉がある。で、そこにはね、なんかお花かな、お花かなんかできた、すごい飛行機があります。で、あとゲームセンターとかも。はい、あとね、シンターがありますね。映画も見れる。すごい娯楽施設ですね。癒しどころ、肩もみとかもしてくれるみたいです。はい、ではこのまま下降りてみます。中に下もスマイルロードって書いてあって、ドラえもん、ワクワクスパイパーク、ハローキティとかね、なんかいろいろあるそうです。あ、なんかドラえもん覚えてるな。ハローキティハッピーフライト。あ、私ここでタスキが買いたいです。美味しそうだね。美味しそう。あ、なんか来ましたね、桜っぽいのが出てきましたよ。最新はこちら。ね、買ってきたものをここで食べられるような感じでフードコートっぽくなってます。すごいですね、チョコレート、チョコレートワール、かわいい、イベントとかもかわいい。あ、はい、こちらチョコレート、すごくないですか。ロイズのチョコレート、すごいっすよ。美味しそうな、面白い。あ、カカオの実だ。でも無形だと思うけど、こんな風に作ってます。チョコレートって、ね、最初ドリンクだったんですよね。あ、そうなの。そうそうそう、それをね、固形にして食べられるようになったそうです。ほらね、飲み物だったチョコレート。そうなんです。わー、すごい。なんかこういうのを歩くだけでもすごい楽しいです。いいね、世界。あれ、ハローキティハッピーフライト、写真撮れるんですね、かわいい。はい、じゃあね、なんか食べていこうと思います。はい、市電通り食堂、ここちょっと見てみます。すごい並んでますね。混んでますね。
あ、スープカレー専門店。携帯端末のご利用は大変危険です。ご利用はお控えください。あの、菊屋食堂っていうのもなんか、インパクトあった。キャリーバッグの件ですね。これ自然。わあ、すごい。自然の頭。エスカレーターをご利用の際は、キャリーバッグから手を離さずに、十分注意してください。入れるんですか？入れますね。わあ、ちゃんとこれ、運転席も操縦席。本当だ、すごい。菊屋食堂さん、創業昭和31年創業。すごいね。すごいですね。北海道って感じです。向こうはなんか、あ、こっちトイレか。向こうはあれか。あ、こっちね。あ、ビールがさ、あ、ビールが来るかもないけど、まあ、ですね。じゃあスープカレーにしますか、今回は。はい、じゃあこのスープカレーラビー、ちょっとここメニュースープカレー専門店。あ、これ食べたい。なんかね、今見つけちゃった。エビスープだって美味しい。あ、これなんかね、安倍首相、はい、安倍元総理が食べたらしいです。あ、そうなんですか。じゃあ一緒のやつ食べてみよう。辛さとかご飯の量とか選べるみたいです。はい、先に来たのでいただきます。あ、これ何でしょう。こちらが、辛さが8倍のスープがエビ、そしてご飯は M サイズです。まずはスープだから辛いのかなと思って。エビの味がすごいする。濃厚の美味しいです。辛いけど、うん、全然食べられる。なんかね、この四川風の麻婆豆腐が10から12ぐらいですよって書いてあるから、なので以下の8にしました。多分ね、お家で作るのが5ぐらいの辛さって書いてあるから、それよりはちょっと辛い方が美味しいかな。ご飯です。ご飯を浸していいのかな。はい、これは美味しい。レスキンが、あ、スプーンでこんな風に柔らかく揚げるぐらい柔らかいです。いただきます。美味しい。ちゃんと味が染み込んでるし、チキンの味もします。いい匂いするね。スパイシーな香り、スパイシーですごく美味しいです。これはね、辛さ 4、辛さ4、中辛ですね。はい、オリジナルでトマトの酸味があるそうです。あ、美味しいっすね。コクがありますね。すごい。本当なんかカレーじゃなくてスープだよ。スープですね、本当に。スープカレーですね。チキンすごい大きい。あ、柔らか。チキン柔らかいですよね。じゃがいもも大きい。美味しい。あ、じゃがいもも美味しい。なんか結構エコエコの素材がそのまま味がチンとするし、うん、でもカレーのスパイシーさもありますね。うん、どっちもなんかちょうどよく味わえる感じですね。はい、こちら展望デッキ。展望デッキ行ってみましょう。行ってみましょう。8時から8時まで。では。嬉しいな。
乗るのも好きだけど見るのも好き。なんか旅立ってるところを 見たりこう来るのを見たりするの。みるみるランド面白い。そう、みるみるランドだね。おお、キラキラしい。すごい来た。お腹いっぱい、美味しかったです。すっごくお腹いっぱいになりました。すっごい美味しかった、ね、美味しかったです。寒いからね、あんまり人いないかなと思ったんですけど、意外といます。やっぱりみんなも出たいんです。わーい、すごいキラキラしてる。夜はやっぱいいね。いいですね。お、あ、エアデーとか向こうの方にある、あっちから乗るんだ私たちは。よいしょ。はい、どうですか、飛び立ってるやついます？いや、まだわからない。飛行機が準備します。はい、では下におります。はい、美味しいご飯を食べたので、僕下でお土産を買っていこうと思います。あった、六花亭でお土産買います。何買うんですか？はい、バターサンド、チーズバターサンド。白い恋人とかもありますね。北海道の定番、白い恋人。あ、プリン、白い恋人がプリンになりました。いいね、プリン。あー、ホワイトチョコレートオムレット。こっちも白い恋人。こっちにもありますね。あ、六花亭もあるし、ジャパポックルもあるし。六花亭じゃないですか。あ、六花亭。さっきから六角亭、六角亭ってなんか。さっきから間違えてます。六花亭。六花亭です。アナフェスタ。花形渓谷場。セミで。北海道。スープカレー。こんな感じでこのフロアはすごいいっぱいね、お土産屋さんがあります。あ、すごい、タラバガニ。タラバガニです。ケガニボイルして冷凍してあるやつですね。お、イクラ、ウニ、鮭もある。魚介もね、売ってます。というわけで、新千歳空港をぐるっと見てきました。はい、お土産も買えて、美味しいご飯も食べられて、すごい満足です。これから羽田空港に帰ります。はい、まあね、中に入ってきました。で、ここでね、待ってるところなんですけど、ゆきさんがね、美味しそうなスイーツを見つけたので、食べていきたいと思います。はい。どっかっていうの、チョコマロン。チョコマロン。美味しそう。こんな感じ。いいですね。あ、中がマロンになってます。うん。でねー、美味しそう。ちょうどいいですね。じゃあこんな感じで待っていこうと思います。じゃあ飛行機に乗り込みましょう。はい、乗り込みましょう。さっき見てた景色が私たちの番ですね。楽しみ。かなり涼しいですね。はい、帰りもエアトゥーです。夜景が見えてきました。時間帯、早めにお使いください。
だいぶ降りてきました。すごいね、夜景が綺麗でオレンジ色とか白い光がたくさん見えます。赤い光もある、いいですね。道のところがね、すぐに分かります。というわけで無事にね、羽田空港に到着しました。これで今回の北海道の旅は終わりです。ということで皆さん、今回の動画良かったよという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターなどやってますので、そちらも遊びに来てください。それではまたねー。